鉢の形状はこのようになってます。ハゲドコになってるんで思ったほど土は入ってないです。でこのような状態になってる鉢っていうのは基本的にはあまりゴロ土とか入れません。でもこの足の部分になってるところですね、ここにだけちょっと軽石を心持ち入れて、あの低耐水の嫌う柑橘に合わせて少し軽石を心持ち入れます。少し入れて、今から根があまり動かなくなるんですけども、心持ち有機肥料を一握り、だいたい 20g ぐらいを入れて軽く混合します。今から冬に向かうんで、粘りを良くするために肥料分はたくさん入れないでおきます。ひどい目に遭っていたレモンを植えます。恨むんだったら、お嬢さん恨んでね。鉢を、側面に力を、よし、こんな感じで抜けました。しっかりしてるんで、このね、鉢は冬に向かう植え付けでは崩しません。なぜなら、耐寒力、粘りをすぐにしたいからです。そうすると、はい、こんな感じになります。で、葉っぱをちょっと落として、座りを確認して、皆さんは移植って使ってくださいね。こんな横着しちゃダメです。均一に。はい、こんな感じで、はい、出来上がりました。一応完成なんですけど、支柱ですね、この場合支柱を回心で広がる形で誘引します。で8の字で、はい、また後でしっかり誘引します。ちょっと短いですね。中とこのまま行きます。で節だけのこの上ですね、ずり落ちないようにこの上で鉢の結びをして、この枝を軽く祝います。鉢の字で少し幹に食い込まないように祝います。これで3箇所止め。若い時はまだ実がならない時はトゲがあるんで、トゲに刺さらないように気をつけてください。鉢受け皿がついてますが、これは一旦外して、たっぷり土が密着するように水を、鉢底から水が流れてるぐらいたっぷり水をやってください。出てます。はい、で鉢受け水が十分落ちてから鉢皿を戻して、1週間ぐらいは風の当たらないところで養生して、十分根が新しい土に配置してやってください。で11月、場所にもよると思うんですけど、福井県美浜だったら11月の下旬ぐらいになったら室内取り込むとか、風の当たらないところで冬越しする体制に入っていきたいと思います。では後のもう一本も植えていきたいと思います。出来上がった写真だけお見せしたいと思います。園芸ラボでした。